どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ今日はですね、毎週月曜日恒例の藤夏放送局シャープ2ということでやっていきたいと思います。またね、今週もたくさんのコメントいただきまして本当にありがとうございます。全部に目を通しながら、まあ、かいつまんでね、返信していこうと思います。まず毎度毎度ね、この1個目ありがとうございますね。こういうことしてくれるの嬉しいというコメントがありましたね。本当にありがとうございます。こんな感じでね、コメ編どんどんやっていきたいと思います。こういうのが毎週あるのは嬉しい、俺も嬉しいです。気象予報士の勉強とかすげーってことでね、あと2点で気象予報士の試験受かってたんですよ。あ、受かってはない、ごめん、一般と専門と実技ってあるんですけど、一般と専門はあと2点でしたね。はい、そんなところまではちゃんと勉強しております。さあ恒例っていう恒例にしていくつもりなんでね。はい、ということで、まあまあグローシリーズをやってほしいですということで、この辺もね、ちょっと頑張ってやっていこうと思いますが、現在リクエストされてるゲームが100個ぐらい溜まってるんで、いつになるかは分かりませんので気長に待っててください。単発もいいけどドラクエポケモンなどの RPG 実況を見たいですっていうこのコメントがありましたんで、ドラクエウォークもねちょこちょこ上げていこうかなと思っております。このねハウルのすごく後ろさんはですね、相当昔から見てますね。僕のチャンネル登録数がまだ2桁か、100ちょいとかそんぐらいの時から見てくれてる方なんでね、ありがたい限りですね。さあ、絶叫トレインコースター S クラスが難しすぎて心が折れましたと、僕はやらないけど藤夏さん頑張ってくださいということでありがとうございます。この絶叫トレインコースター、この動画の最後にね、ゴールのやつでちょっと触れますけども、動画も送られてきましたんでね、受付終了しましたんでよろしくお願いします。さあ、広く浅くもいいけど狭く短くやってほしいと、まあまあそれもねちょっとやっていきますね。クラロワ週1更新してほしいです。クラロワがですね、やっぱりプロの方とかいろんな方が YouTube やってるんで、やっぱりね競争相手が多いんですよね。僕はやっぱそのクソゲーとかニーズの少ない隙間産業でやっておりますんでね、まあクラロワ動画上げられたら最高なんですけどね。まあトロフィー6000ちょいのゴミがね上げたところで調子のんなって言われるのがオチなんでね、まあまあたまにちょっと上げていこうかなとは思っております。さあ、まあまあまあそんな感じで充電 10%、 まあ大体僕充電家に帰ってきてから、この動画を撮ってるんで、だいたい、まあ、今日も 13% ですけどもね、藤夏さんの動画外れない、ありがとうございます。全部当たりありがたいですね。勇者の塔がのデータが消えたのは知ってます。でもざっくりでいいので進め方の動画なども欲しいですということで、これもねレクチャーできるほどやってるかというと、まあ一応ほぼ全クリのところまでは行ってますけども、レクチャーできるほどのことはないかなという気はしますね。で7つの大罪とかこういう有名ゲームは先ほども言った通り僕は隙間産業でやっておりますんで、基本的にはあんまりやらない方向ですね。本格 RPG とかはあんまりやらないですね。さあ、まあアベピオンはね操作性最高に悪いですね。おい雑魚クリアしてみろよ、これもねやろうかと思ったんですけど、1から順番にやっていかないといけなかったんで時間かかるなと思ってねやめましたね。始まり方の挨拶ありがたいですね、やってますね。はい、新しい、そう再生リストできてます。面白いと思ってるけど伸びてない動画っていうことで、このねトラップアドベンチャー実際すごい面白いんでね、よかったら見てみていただきたいと思いますね。大丈夫ですか、訴えられませんか。まあまあまあ訴えられません、大丈夫です、何もパクってないんでね。ということでチャンネル登録数増えてますね、本当におかげさまで1万3000超えましたね。YouTube ライブでやり込んでるところ見たいっていうのも確かにね結構声いただくんですけど、 YouTube ライブのやり方が分かんないのと、まだカメラ持ってないんでね、もうちょっと皆さんがこのいっぱい僕の動画見てくれて収益が上がったらね、カメラ買うぐらいのお金が貯まったらそれで買おうかなと思っておりますんで、まだもう少々まだ 2,3 ヶ月かかるかなってところですけどね、よろしくお願いします。さあ、まあそうですね、ゆっくり育てていってね、まあ、勝手に終わったと勘違いしてるアホということで、まあそれはまあ言われても仕方ないですね。ゆっくり育てていってね、とにかくやってくれと、このドラ P3K さんはね、やたらそれを言ってきますね。まあまあまあ、ローリングスカイもね実は僕ダウンロードしてやってるんですけど、まとまった時間が取れたらねクリアして動画上げようかなと思っております。さあ、グランドバトルロイヤル、まあ、この辺もねじゃんじゃんちょっとやっていこうと思います。視聴者のこと大事にしてそうでかっこいい、ありがとうございます。まあ皆さんあってのね僕なんでね。工場の覇者はまだもうちょっと待ってください。今ね25回ぐらい売却してるんで、もうちょいでね動画上げられそうかなっていうところまでは来ましたかね。いろいろちょっと見つけたこともあるんでね、
送中のエキストラ、そうですね、高スペックな経験を積んでらっしゃる、スマホ充電してください。まあ今日もね 13% ですけどね、はい、魔物団入れてる、これ今やってます。多分今週あたりね、魔物ダンジョンは上がると思われます。そしてあムーンの話出てきて嬉しかったっていうコメントが俺は嬉しかったですね。ムーンってね本当に超マイナーゲームなんでね、プレイステーションの神ゲーですね。はい、よかったら調べてみてください。面白いです。まあまあこの辺はちょっとね、アーチャー伝説はねびっくりするぐらい僕低評価ついてるんで、ここはまああんまり触れない方向でいきますね。さああとなんかな、あいつも思うけどゲームの慣れる速度速すぎる、ありがとうございます。もう数々のゲームをね、もう36歳ですけども36年ねずっとやってるんでね、もう生まれた時からやってますんでね。あこれこれちょっともうクソゲーでしたね。クソゲー極まりなかったですね。さあそしてまあいろんなゲーム進められてますよと、救急車ピーポーで吹いてもうたということでね。あ、藤夏さんでもしかして芸能関係の人ですかっていうことで、まあまあ一応お笑い芸人やってますけどね。まあそういうことですね。ソーセージレジェンドもちょっと時間ができたらね、ちょっと本腰入れてやりたいなと。あれ結構時間かけないといけないゲームだったんでね。ちょっとソーセージレジェンドがもうちょいクソゲーならスッと出したんですけど、ちょっとね時間かかりそうですね。ファイトリーグとかもやりたいけど、ポノス様のゲームはねちょっと やらない方向にしようかなと。僕の中でレジェンドなんでね、ポノスはもう大好きなんで本当にね。はじめ社長もこの動画上げてる、なかなかぶっ壊れたもん上げてますね。さあ、藤吉健だということで、さあ、まあ、本名は藤吉健ですね。はい、まあ、そんなもん書く、隠す気もないですよね。は、国に消されそうで草っていうことで、まあまあ、消されたら、森友学園の話ですね。はいはいはい。さあ、まあまあ、あとこれは何かな、ああ、そうですね、森友学園ですね。森友学園はもう完全にぶっ壊れたゲームでしたね。さあ、そして、あとどんな、キャブツバで草、これもう全然再生いってないやつですね。ちょっとね、マイナーなやつにも急にコメント来たりしますんでね、ここ1週間でも、あ、死ねゴミが、いいですね、山田裕貴くん。死ねゴミがって言われましたね。まあ死なないですけどね。はい、まあゴミであることは認めるけど死なないですけどね。さあ、ということで、ドラクエウォークね、まあ今レベル31ぐらいまで来てましたけども、まあまあ、だいぶまだやってますんでね、ちょっとまた動画上げていこうかなとは思っております。さあ、そしてCM が完全にマフィアシティだったから誰かがやってくれると信じてたでってことでね、これガールズクロスバトルっていうんですかね、これなんて読むかわかんないですけど、まあこれはまあいいゲームでしたね。間違いなくいいゲームでした。さあ、そしてこれサメのやつね、これゲームとしては本当に面白いですよね。うん、なのでこれはね久々にやったらめっちゃアップデートされてたってことで、まあそんな感じですよね。うん、そしてこのロケットスカイがね、全然面白くないゲームなのに再生がやたら伸びてるっていうね。こういうのがやっぱりみんな求めてるんだなっていう気はしましたかね。ありがとうございます。さあ、そして、広告の最初、動き意味深ということで、これあれ、マフィアシティじゃない、ラストシェルターですね。これまあ、腰カクカクしてましたからね。まあ、ちょっと意味深ですよね。オートクリッカーを使うっていう、オートクリッカー知ってるんですよ。その辺は知ってるんですけど、ちょっとそのチートやりすぎると、ゲームとして全く面白くなくなるんで、基本的には手動でね、遊んでおります。まあ、チート使えるもんはね、基本的には使いますけどね。さあ、低回転ロケット、すげえ昔のクララワ動画にね、レベル高えのキモすぎっていうのが来ましたけどね。まあそれは3年やってるから一応課金はしてますけども、懸賞で当たったお金以外で俺課金してないから、ほぼ課金せずに全カードカンストまでは行ってますんで、めちゃくちゃ寄付もしてるしね。なのでこれはもう3年やってから言えって話ですね。はい。さあ、ということで、最高になると爆弾とかクラゲとかほぼ全部食える、これはねちょっと夢ですね。ただここまでやるにはものすごい時間を消費しないといけないので、まあそんな感じですね。さあ、そして安倍ぴょんとかこの辺にね、やっぱこの中国が嫌いな人とかがね結構コメントを、してくれますよね。さあ、そしてシムシティやってください。シムシティってスマホであんのかね。まあやれるんだったらやりますけどもね。さあ、そしてあ、これね、ルンバが戦うやつね、反企業案件というか、まあ、ほぼ企業案件ですけどね。ただ僕はダイレクトメッセージで、いつも通りやりますがいいですかって言って、いいですよ、好きなようにやってくださいって言ってくださったんで、いつも通りやりましたね。企業案件というか勧められたからめちゃくちゃ褒めるとかそんなことはしないですね。僕は思ったことを言う。全然頼まれたのに容赦なく消すの本当草っていうことで、これ怒ってないかな。まだね、 DM でね、見ましたっていうようなコメント来てないんでね、これはちょっとどうなんかな。でも僕があげましたって言ってみてもらうのも違うなって思ってるんですよね。うん、これ反応がちょっと怖いですね、どちらかというとね。荒野行動のやった悪事を知らなそう、僕もちょっとあんまり知らないですね。はい。インストールしたのにガンガンやり込むという矛盾、まあそれはその通りですね。でトレインコースはこの辺で、動画来たんで
3人ぐらいね、もう最終の最終まで行ったよっていう動画来てたんですが、ゴールしたのは、1人ね、いましたね。さ、ということで、まあ、こんな感じですね。さあ、そして、絶叫トレインコースターのお話なんですが、このユーマさんという方がですね、最終関門まで行ったのにみたいな動画をちょこちょこ送ってきてくれてたんですけども、とうとう昨日ですね、ゴールの動画を送ってくれました。ということで、何人かね、本当に惜しいところまで行ってる人はいたんですけれども、つい先ほどですね、こちら iTunes カードを送らせていただきました。ということでね、今週は特に、このゲームのヘルプっていうのがないので、で1個だけで、ね、ちょっと募集したいなっていうのがありましてですね、クラッシュロワイヤルのペッカ小嬢ババ使いを、募集しております。僕の先生になってくれる人ですね。この YouTube で、まあ、コラボ的なことをしながらですね、僕に、クラロワを教えてくれる人、ちょっと今シーズンねマジで展開行きたいなと思ってますんで、我こそはっていう、展開行ってる人がいいですね。最多トロ7000円以上でペッカ小嬢ババを使っているよっていう方、Twitter の方でですね、僕にダイレクトメッセージをいただければ、ちょっと本気でね、一緒に展開目指していきたいと思っておりますので、ぜひともね応募していただきたいと思います。本当に先生になってくれた時点で1500円差し上げます。そして僕がもしも本当に展開プレイヤーになった場合、これはちょっとねすごい額の iTunes カードを差し上げようかなと思っておりますので、よかったらどしどし募集の方、募集というか DM の方ね、よろしくお願いいたします。ということで、今週のね、藤夏放送局こんな感じでお届けしていきました。まあ、週に1回のね、まあ、ラジオ番組みたいなもんだと思ってね、見ていただければありがたいかなと思います。あまりにも不評だった場合はね、藤夏放送局いつの間にかフェードアウトして終わるかもしれませんのでね。面白くねえ場合は見ないで大丈夫ですんで、どうかね、見ないっていうのが一番の僕に対するメッセージなんでね、よろしくお願いします。ということで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。面白いと思った方はチャンネル登録お願いします。